トベガナンバーアイのロゴ問題を報告、変更することなく活動を続けていくことを合意。ロックバンドナンバーアイ、ナンバーアイが元キング・アンドプスのメンバーで結成されたグループであることから、その活動に対する注目が高まっています。しかし、最近、彼らのロゴが他のバンドであるザ・ボナズへのロゴに告示しているとの指摘があり、これに関するトラブルが起きました。 所属事務所トベが20日 X を舞台に今後の方針を発表しました。今回の報告でトベはどのようなスタンスを示し問題解決に向けたアクションを取ったのでしょうか。ナンバー I のロゴとザボナズへのロゴの類似性。ナンバー I のロゴは10月の生配信で初めて披露されました。 しかし、SNS 上ではザ・ボナズへのロゴとの類似性が指摘され、ファンや音楽業界の関係者たちの注目を集めました。この指摘に対し、戸ベはどのような対応を取ったのでしょうか。まず、類似性が確認された状況や反応について明らかにしましょう。戸ベの声明と謝罪。 トベは問題に対する公式なスタンスを明らかにすべく、グループロゴに関しまして、途大した文書を公開しました。この文書でトベは、ザボナズへの所属事務所パーアートとの協議を経て、具体的な方針を定めたことを報告しています。具体的には、ザボナズオとそのファンに対して謝罪の言葉が述べられ、過去のロゴに対する愛着や尊重の意思が示されました。 トベの声明や謝罪にはどのような内容が含まれていたのかを詳しく見ていきましょう。協議の結果と今後の方針。トベとペラドクスへの協議では、ロゴ制作の経緯や背景が明らかにされたとのことです。一方で、ナンバー I は今後も現行のロゴを変更せずに活動を続けることが合意されたと報告されています。 この合意がどのように形成され、両者の意見が調和されたのでしょうか。また、ナンバー I が今後どのようにファンや音楽シーンにアピールしていくのか、注目のポイントを整理しましょう。ファンとのコミュニケーション。ロゴ問題は一般の音楽ファンだけでなく、ナンバー I の熱心なファンにも大きな影響を与えたことでしょう。 とべとナンバーアイはファンに向けてどのようなコミュニケーションをとってきたのか、ファンの反応や期待にどのように応えているのか、その一連の流れを追っていきましょう。アーティストとしての未来展望。最後にナンバーアイが今回の騒動をどのように受け止め、これを乗り越えていく意向を示しているのかを探ります。 彼らの今後の音楽活動やファンとの関係構築に向けた取り組みに焦点を当て、良い方向に進むための展望をまとめます。ナンバー・ I のロゴ問題は、音楽業界におけるアーティストのブランディングやアイデンティティの重要性を再確認させる出来事でした。 トベトペラドクスへの協議を経て、問題が解決されたと言えるが、今後はファンとの信頼関係を築き直し、アーティストとしての未来展望を着実に築いていくことが求められるでしょう。